はい、今回はチェンソーマンのお話をしていこうと思います。皆さん、永山小春についてご存知でしょうか？もちろんチェンソーマンファンの方ならご存知だと思いますが、あるツイッターのアカウント名となっています。今回チェンソーマンがアニメ化し、まさに派遣アニメとして様々な要素でアニメ業界を震撼させています。チェンソーマンって最近話題ですよね。めちゃくちゃ人気だから見てみようって感じでね、アニメ放送からチェンソーマンを最近知った方も多いと思います。そんな方はもしかしたら知らないと思ったので、今回紹介していこうと思います。実はこの永山小春ですが、原作者である藤本たつき先生本人のアカウントとなっています。ちなみにたつき先生がたつき先生の妹、小学3年生になりすまして、2012年チェンソーマン連載開始どころか遥か昔からね、解説してつぶやいていたアカウントになります。このもう設定自体が面白すぎですよね。ちなみにアカウントの概要欄なんですけれども、私は小学3年生の永山小春です。授業でツイッターのアカウントを作りました。ファイヤーパンチとチェンソーマンが好きです、よろしくお願いします、というね、紹介文となっています。でツイートの内容のね、文章を読んでいただければわかるように、まあ、ひらがなだらけでね、文章もちょっと違和感があるような感じです。なのにめちゃくちゃフォロワー今50万人ぐらいいると思うんですけれども、なんか小学校3年生とかだから、この永山小春を知らない人からすると、このアカウントは何なんだとね、多分思った方もいると思います。で現在もねツイートしてるんですけれども、未だに小学校3年生みたいな感じの喋り方なんですよね。またこれね、面白いところなんですけれども、当初はね本当に誰も気づいていませんでしたし、全くの偽物なんじゃないかとか、本物の妹が運営しているんじゃないかっていう、ね、説がなどが出てきて、めちゃくちゃ話題となっていました。そしてこのアカウントでね、チェンソーマンの第1話、犬とチェンソーのお話ですよね。最初の話を転載してた時があって、その時もね、無断転載じゃないかってことで、めちゃくちゃ声が上がってて、ちょっと逆にこう、もう炎上しかけてたんですよね。では、いつ正体がバレたのかなんですけれども、それは2020年のジャンプルーキーでのインタビューとなっています。ファイアパンチ直前でのね、リン編集とのやり取りで、この永山小春についてリンさんがコメントしており、まあ、やばいファンがついているとかね、関係者と語っているため、もう警告してね、やめないなら訴えようと思っているとね、ここで言ったんですよね。そう、たつき先生を目の前にして。で、そうなると、ここで藤本たつき先生が、そのアカウントは僕ですとね、ネタバレをし、本人だと確定したんですよね。なので、現在でも参考にした作品や、まあ、日常だったりとかね、公式の情報などがね、ツイートされています。最近ではね、今日ツイッターをスマホに入れたので、チェンソーマン夜に実況しながら見たいですと、ちょっとアニメをね見ようかなって、こう楽しみですっていうところをねコメントしていたりとかします。ただこのねツイートに関しては、たつき先生自身が名乗っているツイートだったので、まあ、妹のアカウントにログインしないでくださいとかね、こうリプラも結構面白いことになってるんで、ぜひ見てほしいです。さらにねツイートを遡ってみると、まあ、呪術廻戦の釘崎のイラストだったりとか、短編漫画とかもあるんで、普通のこのツイッターアカウント自体がもう作品みたいなものになっているので、ぜひ知らない方がおられればおすすめなので、フォローしてほしいです。今回は改めて永山小春についてピックアップしてました。今回は以上になります。またまた見てやってください。さようなら。